皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年10月14日、朝の8時6分、先ほど関西の、報道番組と言っていいのかわからないんですけども、ABC コールでしたっけ、ちょっと僕も名称、久しぶりに見たんで、忘れてるんですけども、今回の内容は各報道機関っていうのは全ての番組です。しっかりと伝えてください。ホームページ淡井圭介の日記の36番、もう数ヶ月見たぐらいで見たことにしないでください。日々情報更新してますので、事態は全然変わってます。ガスの採掘可能年数が49年、世界的に。で、それは先々掘っていく深さを深くしていくことによって掘り出す量もおよそですが含まれています。というのは、石油の方が残り54年分なんですけども、埋蔵量に関してはホームページに記載しています。36番のところにね。それは世界国勢図という国連発表のデータです。2023年度版のものです。それで、2022年の消費量をかける50年すると100億キロリットルほど足らないんです。っていうことは、先々まで掘っていく分を含めて採掘する量を増やして54年分というデータなんです。2024年から5年のこの世界国勢図、こちらの方のデータでは59年分ほどだったと思います。世界中で自然再生可能エネルギーを主要国で、使用している電力の 10% ほど、平均的に見ると自然再生可能エネルギーで賄えるようにはしたんですけども、数年先延ばしできただけです。3年先延ばしできたぐらいですね。各報道機関が遊んでる。エネルギーの残存量問題と全然向き合ってない。テレビ出演者に関して淡井圭介が自分の名前を名乗って喋り始めてきたら、率先して自分から聞くような体制を取ってください。それは自分から言うことです。言わなかったらコンピューターのシステムは発動しないんです。淡井圭介さんの喋ってる内容を優先して聞きますと。番組の放送してる内容なんてもう放棄してください。そうじゃなかったら、あなたたちに伝わってないんです。しっかりとした内容は。で、ホームページの閲覧者数とか見たらわかるから、あなたたちがどれだけ見る気がないかぐらいわかるんです。土日なんて二人ですよ。ホームページ淡井圭介の利益の閲覧者数。我が天下とか戦国風武というインターネットゲームで私が自分のホームページを作っていることと、その内容をある程度詳細を明かしたときに、1日で閲覧者数が60人とか70人とか出てくるだけです。私がどれだけ苦労して生活保護というこの少ない金銭の中で撮影しに行ってるか、しっかりと読んだらわかりますよ。ホームページ淡井圭介の歴1番。とりあえず一旦停止。この再生してるものを見てる人たちは一旦停止を押して、まずメモしてください。ホームページ淡井圭介の歴の1番をまず毎日読まなきゃなんないと。それはまず前日に何を話したか、何を記載してるか、そこでどんなことを言ってるのか、ある程度のことをアクセスできるようにしています。だけども数が多すぎます。ホームページも見やすいものに整えなきゃならないなっていうのは思ってるんですけども、状況は最悪です。免許証、運転免許証が今取り上げられそうになってます。それは昨年の強制入院させられた時に、どこの誰が指示を出していたのか、これは総理や内閣の人たちで調べてください。私に対して
運転免許証を所有するのに的確かどうかちょっと書類持ってきますね。こういうものが送られてきました。診断書、これを昨日今通っている精神病院の、北新ビル、神戸市北区の神戸電鉄岡場駅のロータリーのあるところ、すぐ左、並び向かいにある建物、北新ビルのところにある、富永神経クリニックで、この診断書を、書いてほしいということを言うと、どういう返答が来たかっていうと、運転免許証も持つことにふさわしくないという内容しか書けないと言われたんですよ。で、それを書くには大丈夫だという内容を書くには君が統合失調症であるその薬を飲みなさいっていうことを言ってくるんですよ。それは精子の生産されなくなる薬であって、要するにエネルギーの残存量問題があるから無理やりその子供を作れない人を増やして人口の抑制に動いていた。これが今末端で起きている現状なんですよ。多分これ世界中でです。個人情報保護法も多分人減らしのために、人口が増えないために作った法律だと思われます。ということは2003年、国会等で世界で議論され始めたのはもっと昔だと思います。そしてそれは極端であって、多くの者が絶望する世界を導くでしょう。そして解決ができない世界が出来上がっている。現状がそうなんですよ。テレビの放送でエネルギーの残存量問題をもう各番組をずっと放送してもいいぐらい。そうすることによってやっと節約という方向に動きますから。あ、車なんか買っちゃダメなんだなって、みんな電車バス等で移動するしかないんだな。そんなに海外旅行なんかまず仕事でもない限り行っちゃダメなんだなっていうことを理解する社会ができなきゃならない。そうしないと石油の消費が止まらないから、加速してるままなんです。渡航制限かけた時だけ、コロナウイルスの時、あの時に1年間の消費量が少し減ってるだけです。だからゴルフ場なんかこんなにたくさんいらない。日本で約500ぐらいあります、ゴルフ場は。そのうちいくつ太陽光パネルを置いてくれたのか分かりませんけども、ゴルフ場に太陽光パネルを設置することによって、お金持ってる人は車に乗ってゴルフに行くでしょ。たかがゴルフぐらいで、運動することぐらいで、その辺走ってりゃいいんです。だから以前女子ゴルフに関して、日本の正式なプロの試合ですよ、そこの神戸電鉄田尾路駅から電車でみんな来て、そこの親友ゴルフクラブ歩いて15分か20分ぐらいで行けますから、行きなさいと。車なんか乗ってる場合じゃありませんよということで、実際してます。数年前に安倍政権の頃に淡井圭介を精神病院に入院させることによって、警察官とかもいろんなことを隠蔽しようとしてた連中が存在する。政治家も多分その中に混ざってる。だから淡井圭介は運転免許証を取り上げようとしてる。だけどそれはナンセンス。淡井圭介のホームページを見てもらったら分かる通り、撮影に行ってます。河川水門開閉式ダム発電や地下水流トンネル発電、それらが整備されれば1秒間に1000万キロワットほど発電できる可能性があるからなんです。それは多くの火力発電所を停止させることができる。つまり未来へエネルギーを残すことができる。世界中でそれを行うとかなり変わります。物流止まりますよ、エネルギーの輸入が止まったらね。そんなことホームページにだいぶ前から書いてますよ。 YouTube でも言ってる。だからテレビ出演者は全員 YouTube とかで淡井圭介が喋ってる内容見なさいって言ってるでしょ。なぜ連絡網で回さないんです、自社で。家帰ってみたらいいじゃない。
こっちは生活保護で頑張ってるんですよ。努力もしないでテレビに出ていい加減な内容を放送してお金を得ないでください。それだけでもうみんな理性聞かなくなるんです。政府とかテレビ局だって同じことしてるじゃないかって。医療業界の だからコロナウイルスというものを誰かが作った。どこの国が本当に作ったかこれはわからない。テレビが嘘を言う以上、政府が嘘を言う以上、そういう目で見た方がいい。最悪中国の武漢で発生したことになってますけども、他国の人間が持ち込んだ菌かもしれない、ウイルスかもしれない。それか世界中口裏合わせをして医療業界でそういうものを撒き散らして人減らしを図ろうとしたのかもしれない。エネルギーの残存量問題が解決できないから。で、今日もこれは高島アナウンサーにも言えることなんですけども、今日の朝その斉藤真美アナウンサー、このものも2003年私がホテルオークラで働いている時に結婚話を、持ちかけに来たものです。なんですが、淡井圭介と実際にその後しっかりと会って話し合いをしたことはなかったと思います。で、今日の放送で会うっていうことを言ってるんですけども、淡井圭介といついつ会うっていうことをまず言えますかっていうことなの。それなかったらこちらですって撮影に行ってる以上予定組みようないでしょ。子供でもわかることですよ。安倍総理ですら、日本の任期が一番長かった総理ですら、淡井圭介と会って話し合いできなかったんですよ。2021年の12月2日に来てましたけど、この辺り。僕に声をかけることすらできなかったんですよ。それは電波という内容でみんな脳をアクセスされている状況が出来上がっていて、電波は縦横無尽に走ってるんです。飛んでるんです。ね、携帯電話がつながるでしょうっていうことは電波が飛んでるんです。で、コンピューターが神がかり的な力を使う以上、人間も使う以上、物事の事態がしっかりと稼働しないんです。で、すでに判例があるんです。私が20歳頃。テレビ局に出演してる者とか、そういう人たちが淡井圭介さんの、携帯電話に電話かけなさいっていうことを法廷で言ってるんです。西尾ゆかりに対して。アナウンサーの西尾ゆかり、昔ズームインスーパーとかに出てた。僕と同い年。私が20歳ぐらいの頃、フルーツラパークに何回も働きに来てる。会いに来てる。いろいろ話をしてる。結婚話もしてる、そのもの。女性アナウンサーだけで20人はいます。淡井圭介と結婚話をして、その後ほったらかしにした人間がね。で、そういう人間に限って、高島愛もそうなんですけど、結局、淡井圭介の結婚話を守らないで、他の人間と結婚してるでしょう。これ、会いに来た時に話し合いを高島愛とは2004年か2005年の頃してるんですけども、私は、その、フルーツラーパークで働いていた、その、1997年、8年の頃に、高島愛との結婚話をした話、まあ、いろんな内容を詰めてですよ。その時の記憶はなかった。そもそもその時に高島彩は自分から結婚話をもう一度するんであれば、自分の名前と住所と電話番号をまず淡井圭介にメモしたものを渡さないと。名前と住所と電話番号なんです。名前は偽名を使っている人間は芸能界多すぎるんです。もっと言いますと、身分証明書を見せてもらえますかっていう話なんですよ。世界中で何もかもがコントロールできてないんです。岸田さんも腹割った話で、各大臣が一緒にいる中で、その椅子のあるところでね、テレビでたまに放送されるでしょ。中央に総理が座っていて、各大臣が、両サイド、あと左右に椅子があって、朝礼みたいなことをしてるじゃないですか。朝の会合。その時に、岸田さんは僕に向けて、僕はね、未来からの時間軸でテレビで放送した内容に対して、岸田さんに万博なんかいらないですよっていう内容を国際条約で開かない方がいいっていうことを伝えると、
岸田さんは本当は俺もそう思ってるっていうことを言ってるんです。だけども総理ですら制御ができていない。これが世の中の現実なんです。全員で声を上げるしかないんです。万博なんか開くべきじゃないって、世界に間違えたメッセージを与えるから。世界中のほとんどの人は 99% 公務員の人も含めて、多くの会社の役員の人間含めてエネルギーの残存量問題なんか分かってないんです。社長とか斉藤真美は淡井圭介に会うんだったら必ず淡井圭介の携帯電話番号に電話をかけてください。これは上の罪だろうと他の人間だろうと皇族だろうと全員同じです。そうじゃない限りテレビに出て調子のいいことを言ってるだけっていうことしか私は受け入れないです。っていうのはその方法は淡井圭介に会うって言って電波で何か聞こえてきて誘導されてる人間は間違った方向に誘導されるんです。私もそれ一回経験して電波で聞こえてきた内容に従って動いてみたことありましたけども、関西テレビに行こうとして毎日テレビ放送に誘導されました。そして毎日テレビ放送は昔行ったことがあるから認識できるはずなんですけども、脳が強烈にハッキングされているので認識がまずできていなかった。あなたたちテレビ出演者も同じなんですよ。淡井圭介に喋ってる内容をしっかりと聞き取ろうとしないから、自分の喋ってる内容とかを優先しようとするから、目の前に映ってるモニターの内容とかテレビで放送する内容を優先してしまうから。ダメだから、そんなことしてたらほとんど 99% の番組はしょうもない内容を放送しているのであって、意味のないことだっていうことはもう20年以上前に僕は言って、それ成立したので、2011年以降高島彩ルート宛てSD カードを送って過去テレビ局の役員で淡井圭介を知らない人間はいないはずですから、いないんだったらその人降ろしてください。役員としてふさわしくないから、年齢的にも65歳以上の人は無理だから、能力的に。で、裁判所の判決っていうものが法廷で言った内容っていうものの方が多分優先されると思います。三権分立、普通に考えたら分かることですよ。なぜならあなたたちも同じこと言ってるでしょ。アポイントを取ってくれって、テレビに出てる人たち全員、仕事でもそうでしょ。他の会社と電話してアポイント取ってるでしょ。予定を組むっていうことですよ。なぜそんなに簡単なことがわからなくなるんです。誰が作ったんです、そのおかしなルール。それただただ隠蔽する人間の用いているルールで、エロ業界のルールですよ。わかります。自分が正しいことをしている人間、悪いことをしてない人間はちゃんと電話かけれるんです。で、もともと銀行が悪いことをしてるんです。エロ業界とか開いていたから、本当にそこで働いてる人間とかはね。それがもともと桜銀行、要するに三井住友グループ、三井グループですね。三井グループがバレて三井住友と合併してるんです。もともと昔からですよ、銀行と証券会社が合併するのは。次バレたら三菱と三井住友が合併、旧三大財閥、みんなの税金使ってどうにかする、無理に決まってるでしょ。あなたたちのしてきたことですよ。あなたたちの会社ですよ。会社法ぐらい知ってるでしょって。会社の責任は各役員の人たちにあるんですよ。あと連帯責任等もあります。一般社団なんとかっていう法律の中でね。同じことを何回も言ってる。 YouTube にもアップロードしてる。だけども誰も協力しようとしない。
高島屋なんてこの間、淡井圭介が心の声で、サタデーステーションで、人類の未来が閉ざされようとしてるっていうことを伝えたら、高島屋淡井圭介のせいにしてきたんですよ。笑いながら。閉ざそうとしないでくださいって笑いながら。小声で言うんですよ。君たちが閉ざそうとしてるんですよ。テレビに出て嘘のフェイクニュースの戦争の話をして、金稼ぎして、あなたたち1円だってもらえるような立場じゃないんですよ。そういうとこが捕まる立場なんですよ。話が全部逆になってる。普通に考えたら会社ごとドン、結婚詐欺問題、そして春山整骨院を作ってスポーツ業界も国の金を散々使ってきた。東京オリンピックでは9600億円以上、他のオリンピックでも同じ、他のスポーツ大会も同じ。エネルギーの残存量問題を考えてもオリンピックなんかいらない。採算性の合うところだけ。そしてそれはサッカー界では無理だ。球団の数を減らして、日本代表戦とかを増やしてお金を流し込むもなし。それヘリコプターマネーと同じだから。ヘリコプターマネーっていうのは、銀行がお金を吸って円安になろうがどうなろうがお構いなしで、みんなにお金を供給すること。それをすると、無駄に車を買う人とか出てくるでしょ。無駄にスポーツの大会開いちゃうでしょ。金メダルが取れるかどうかじゃないんです。そのスポーツが実際社会の役に立ってるかどうかで物事を見るんです。楽しませたかどうかなんかどうでもいいんです。だから私はプロ野球選手に関しては、斧で木を切りに行ってくれと。もしくはノコギリで。プロ野球選手であれば、野球部の人間であれば、これは高校、大学生の人間にも呼びかけています。だけども、そのような話、どこからも、僕らの方で聞いに行ってますよっていうこと、聞いたことがない。どこも誰も対応なんかしてくれてない。これがどれだけ私に対して深い絶望を与えるかっていうことを、誰も理解できてない。私が投げ出したらどうなるか分かってますか？ずーっとテレビ局の報道は嘘を言って、経済番組が調子のいい株高の話とかして、自分たちの金稼ぎをして、それで終わりですよ。法律関係の人間なんか、高島屋自体がもともと法律関係の大学出てるんですよ。どこに正当性があるんです？裁判官とかに。私が訴訟した内容で法律面求めてきて棄却したんですよ。法律名出してるのに、何々法って書いてるのに。その方が文章短くなっていいんですよ。国家賠償法なんか国家賠償法一つでいいじゃないですか。民法の損害賠償請求とか書いてるんだから。あと内容見たらわかるでしょ。できないんだったら全員裁判官辞めなさいよ。あなたたちが税金でお金をもらうような資格ないんだから。そして家売却しなさいよ。ローンを返済できなくなるから。本当にそれぐらいしなかったら裁判所は真面目に稼働しない。で、これは武田恒康さんへのメッセージなんですけども、本当に、参加人とか補佐人で、僕の訴訟を助けてくれるんだったら、僕に電話かけてください。で、私が皇居に行くことによってどうにかなるっていう考え方を捨ててください。自分たちで動いてください。自分から率先して僕にアプローチをかけてください。これは世界の人に対してのメッセージでもあります。世界上層部の人たちに向けての。
他の YouTube でもアップロードしてますけども、言ってますけども、イ・ミョンバク大統領っていう人が昔韓国でいたでしょ。で、竹島に上陸したでしょ、日本の領土。で、あの人は多分日本人と韓国人のハーフの人だと思うんですよ。流暢に日本語喋ってましたから。で、その後亡くなったことになったでしょ。その後、サッカーの日本代表の岡田監督として着任してる可能性があります。そして昨年、2022年12月に私が精神病院行きにさせられて、そこで、岡田監督と思われる人間、要するにミョンバク大統領と思われる人間が現れています。だから死んだことになっている人、例えば安倍さんも多分生きてる可能性が高い。安倍晋三さん。もしかしたら他国に生かされているのかもしれない。安倍昭恵さんが涙を流していた、その死んだというニュースによってね。安倍昭恵さんもこの辺の、上田という表札の家の中から出てきたことがあります。で、私に向かって別に声をかけてきたわけじゃないんですよ。例えば法務大臣の河井さん、嫁さんが河井案里さんなんですけども、河井案里さんも国会議員です。河井案里さんは私の自宅の廊下のところに来て、私が偶然ドア開けたら目の前にいたんですよ。インターホンとか特に押してない人ですよ。で、仕事のことで来たんですよって言ってきたんですよ、河井案里さんはね。で、僕はその時はテレビに向かっていろいろ相談していた、その返答されてきた言葉を信用するにあたって、どういう判断だったかっていうと、こちらは結婚問題の方が先です。先だっていうことになってますよっていうことを言ったんですよ。で、河合案里さんに関して特に筆記用具とか、そういったものが見当たらなくて、これは他の人間も同じなんですけども、絶対は池ですけど、あとは長い話になりますよ。録音機器とか持ってきて、結局何を話したかとか録音しなかった、どうせまた忘れますよ。真面目に話をする気がなかったということに見なされて、河合法務大臣も河合案里さんも起訴されたでしょ。で、誰がもう法務大臣になっても無理なんですよ。総務大臣になっても。テレビ局が嘘を放送するから。で、法律関係のところが、裁判官が法律のこと分かってない。ね、裁判官が法律分かってたら、相手に法律名なんか求めないんですよ。服務の宣誓してるんだから。法律守りますって。で、人権とかいろんなこと守らないと。第三者の善意とかあるでしょ？第三者ってあなたたちのことですよ。裁判官のことですよ。分かってます？それ。勉強不足ですよ。簡略化して頭の中に入っていればいいんです。あなたたちみたいにお金をもらいながら、法律の相手をしていた人間しか、いちいち第何々法の第何条とか、そんなこといちいち書いてられないんですよ。お金も足らなくなるから。で、生活保護にうまく追い込んで、自分たちは金稼ぎができる立場になった。こういうふうな形にしか見えないんですよ。はっきり言って。だから徹底的に起訴されるんです。各法務大臣が。で、この間は文部科学大臣を下ろしました。女性の方で髪の毛染めていたから。無理だから。海洋基本法があるから、河川海を怪我しちゃならない。こういう意味合いで覚えといたらいい。余分なものを作ってる余裕なんかないんですよ。加工するのにエネルギーが必要になるから、ガソリン、石炭、ガス、天然ガスの7割は石油の揮発したもの。石油を採掘した時に一緒に天然ガスも採掘してるんです。で、石油の枯渇したところがガス田なんです。で、こちらの今日の朝の放送では、斎藤真美に
関しては髪の毛染めてる状態で、テレビに映ってました。昔は髪の毛染めてなかったんですけども、現実的に現場ではどうかわからないですよ。それは他の人たちでも見受けられる現象で、髪の毛染めてる人間は開き直ってる人間なんですよ。で、本当は仕事場で働かせてはならない。だからスポーツの試合に関しても、淡井圭介がほったらかしにしておけば、ワールドカップの優勝なんかサッカーはまずないです。金メダルもないです。淡井圭介の力あってことです。なぜなら、髪の毛染めてる人間が、選手として存在するからですよ。その時点で、社会人として採用しちゃダメなんですよ。これが正しい法律です。判例です。仕事の絶対数が足らないから。真面目に生きていく人間が上にならなかったら無理なんですよ。もう一度言いますけども、私は国会で、歴代の総理の人たちに、大臣クラスでいいっていうことでおっしゃってもらってます。これは岸田さんも言ってます。いろんな会社の社長さんの集まりのグループであるところがフィナンシャルグループだったり、何々グループと言われるようなところの会長だったりするんですけども、会長と大臣が同格なんです。そして、知事も基本的に大臣と同格です。大臣、間違った大臣を見かけたら、降ろすしかないでしょ？間違えたメッセージになりますから、一般人の人たちに。なお、私はその女性の文部科学大臣を降ろしたんですよ。もう名前すら覚えてません。覚える気もないですから、髪の毛染めてるような人間。どうせ癒着、家計、人脈、それで大臣になった人。実力じゃない。真面目さじゃない。知識もない。無理だから。そんな人が大臣になるの。私が言って下ろしてるんです。あと私が河川水門開閉式玉発電のことに関して、撮影して、あれこれ述べてるのはすぐに工事に取り掛かった時にどういうふうな工事をすればいいのか、それをはっきりとさせておくためです。その方が早く完成するのが早いからです。それだけ完成が早くなれば、電力を得れるからです。原発が稼働しているにせよ、その河川水門開閉式玉発電と地下水流トンネル発電とマグマ発電とかまど発電と風力発電と太陽光パネル、まああと他にもありますけども、自然再生可能エネルギー、それらでガスと石炭の火力発電所を全て止めることができます。本気で取り組めばの話ですよ。だけどもその兆候すら気配すらない。今年の12月28日に皇居行って何か物事が変わるかっていうと、その確証すらない。今から言うことしっかりと覚えておいてくださいよ。もういっぱい言いましたよ。覚えれてます？今まで言った内容もう30分超えてますけども。いいですか？12月28日なんて新幹線が混み合うんですよ。乗れる保証なんかどこにもないんですよ。で、私が皇居へ行ける保証なんかどこにもないんですよ。早く皆さん対応してもらえますか？あと警察官の人は今まで自分たちがどういう失敗をしてきたかっていうことを真面目に考えることですよ。警察官がスポーツ業界でスポーツ選手になっていることぐらい知ってます。錦織圭って元航空自衛隊のパイロットじゃなかったんですか？デニスの何人そういう人間が混ざってます。
あと、過去報道番組に出てる人間、しっかりと自覚を持ってほしいこと、確実にこれは覚えてください。粟井圭介の声が聞こえてきたら、報道番組なんかどうでもいいと思って、粟井圭介との言葉の対応に対応してください。意味のないニュースをずっと放送してるからですよ。昔の戦争のニュース、どうでもいいですよ。そのような話をして、一体何の解決になるんです。またブルーインパルスが飛び始めますよ。燃料消費して。いらないって言ったでしょ。なぜ一回言われたことを守れないんです。航空自衛隊の人たちは。防衛大臣の人たちはなぜ守れないんです。ブルーインパルスなんか飛んだから、結局 F-35 の購入のような話になったんでしょう。潜水艦作り始めたりとかね。意味のない潜水艦。資源の採掘に利用はできない意味のない潜水艦。軍事用の。世界中どこの国もいらない。必要ない。軍事演習、持ってんほうが。そんなことぐらいホームページは粟井圭介の履歴の58番にエネルギーの残存量問題に対する解決策で述べてます。それ守ってもらわないと。残念ながら太陽光パネルの生産能力は向上しない、ほとんど。多くの自然再生可能エネルギーを太陽光パネルを当てにしてたんですよ。で、太陽光パネルに関しては夕方から発電能力は落ちる。だからその部分を補うために河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電を利用する。夕方まで、前日の晩から水を溜め込んでおいて。それが私の構想だったんですが、あとは原発で賄える。ただし原発も、ウランとプルトニウムが、まあウラン鉱がなくなったら、採掘できなくなったら、それで終わりなんですよ。どう考えても、先見えてるんですよ。あと、今日、池上彰のニュースそうだったがあるみたいですけども、ナウ番組ということみたいですけども、まあ、いろいろと問いかけてみようと思います。で、そこで、まだ、昔の戦争のニュースにこだわって、粟井圭介との、応答をしっかりしないということであれば、エネルギーの残存量問題に関して解決する気はないんでしょうね。で、誰かいませんか？法律家の人で。粟井圭介は統合失調症でないっていうことをまず証明できる人間。それ、政府の方でも早急に対応してください。対応誰もしてくれてないんです。何回も言ってますよ。岸田総理の耳に入れてますか？あと、向こう側総括編に関しては、3つほどアップロードしましたけども、消去します。そして新しい内容を、申し上げます。以前の内容よりも、ちょっと内容が変わってきました。この方が効率が良いだろうという内容のもの。以上です。チャンネル登録と、私が YouTube でアップロードした内容をしっかりと着信履歴が、通知が来るように対応してください。そして、粟井圭介の、そのホームページの内容とか YouTube で喋ってる内容っていうものを一般人の人たちが広く見るように、特に蒲田発電に関しては、学校の、その教師通して各学生さんに見せてあげてください。それもなかったら無理ですから。その蒲田発電の案で、
まあ、大体55番のところに集めています。以前見たからいいやっていう考え方はやめてください。何回も言ってます。場所によっては小中学校でも核の発電をするべきであって、各家庭で特に山間部の山の奥の方の人たちの家庭は核の発電をするべきであると。自分の家の近くに竹の林とかあるでしょ。枯れてる竹とかいっぱいありますから。あと無駄な公共工事にやめましょう。淡井圭介に無駄だって言われたとこはすぐにストップ。以上です。皆さんご対応のほどよろしくお願いします。できなかったら長く持って30年、それぐらいの頃から輸入が止まって日本は1億人以上死にます。いい加減これぐらいのことしっかりと覚えてください。以上です。